はい、ということで、どうも、岡田です。3月も終わってしまいます。早いです。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。3月、私この動画で2本目、前回が長崎の旅でございました。久しぶりにちょっとこう遠くに行ったような感じでですね、とても良かったんではないかなと思ってます。天候にもね、今回恵まれてですね、いい旅ができたんではないかなと思います。で、次はですね、5月、大阪の旅でございますね。TWICE のコンサートでございます。楽しみです。はい、ということで、3月、もう終わってしまうんですけれども、ちょっとね、お買い物したものがあったりとかっていう感じもあるので、それをね、ちょっと皆さんとシェアしていこうかなっていうふうには思っておりまして、で、なんですけれども、ユニクロです。ユニクロ、まあね、そうなるだろうというふうに思っていたんですが、結構早い段階でそうなっちゃったこと。値下げですね。まあ新作が出て、まあちょっとまあ定価も上がったっていうのもあって、まあ新作出てこれ欲しいけど、ちょっともうちょっと待って、期間限定価格とか2、3週間したら、まあなるだろうと。で、それを1回2回繰り返したら値下げしました。で、終わるかなと思ったら、さらに再値下げされちゃうことありませんか。まあ、新作、まあ、自分がね、欲しいなっていうふうに思った時が、僕は買いのタイミングだと思っているんですけれども、いやー、なんかね、値下げが結構大きいような気がする。値段上がった分、値下げ早いような気がするんですが、気のせいかな。はい、そんな感じでございます。ちょっとワンランク下がって、まだ4月ぐらいまでは、この価格で抑えているだろうというふうに思ってたんですけれども、これから3月の多分頭ぐらいに買ったんですよ。まずね、どっちだ、こっちかな、こっち、まあ同じアイテム結局買っちゃったんですけれども、これですね。まずこれを買いました。 UT のこちらのシリーズですね。はい、スケーターのこのねシリーズの分ですね。上野さんという方ですね、プロデュースの、はい、商品を購入いたしました。まあ、タグからいきましょうね。はい、上野新平さんでいいのかな。 UT 長袖で、ブラックでございまして、 L サイズ、ちょっとねこう大きめのシルエットの L サイズなので、結構あの身幅とかもかなりあります。で、定価が2990円なんですよ。で、まあ、期間限定価格、でじゃなくて、期間限定価格から、それが終わって値下げしましたよの1990円で買ったんですよね。で、まあ4月ぐらいになって、まあそんなすぐ値下げされないだろうと思って、購入いたしました。まずこちらでございました。はい、こちらでございます。こちらでございます。それがですよ、昨日だからで、サイト見てたら値下げしてました。値下げしてたんで、これまあデザインね、めちゃくちゃ気に入ってるんで、買いました。なんか悔しかったんで、はい。なんと、1290円に落ちておりました。落ちておりました。で、まあサイズ違いで買おうかなと思って、XL 試着したんですけども、さすがにちょっとね、身幅ももともとでかいんで、さすがにでかすぎるかなと思って、はい。買わなかったんですけども、XL はね。で、L サイズをもう同じもの2枚購入いたしました。ただね、これね、生地がめちゃくちゃしっかりしてて、首元もかなりこう丈夫なんじゃないかなというふうに思います。ちょっと近くで見てみましょうか。ここ首元もね、しっかりした、作りになっておりますね。生地も結構厚い感じの生地でございます。もう洗濯ガシガシ、洗っても問題ないんじゃないかなと思います。で、これですよ。もうこれリブついてるところがめちゃくちゃありがたい。もうこれですよ。で、身幅もちょっと広めで、で、これね、ここわかるかな、この後ろこうラウンドになってるんですよ。で、前はねまっすぐなんですよ。だから若干後ろの方がこう長めの作りになっておりますね。ほんとリラックス、楽チンスタイルが最近の私の、好みなんですけれども、もうドンズバですね。で、ブラックボディでこうね、デザインがいいじゃないですか。もうノースケートボーディングと思うんですけれども、 Now ですね、スケートボーディングみたいな感じのデザインになっております。
まあ、プリントののりもまあまあペタペタ、まあ結構ね厚い感じのプリントなんですけれども、まあそんなペタペタしないかなっていう感じですね。結構プリントもしっかりしている。まあ2枚買ったんで、まあね交互に、着ていこうかなというふうに思っております。とりあえずサイズ感だけ、着てみましょう。はい、実際着てみました。身長が約172センチ、体重が63、4キロぐらいですね。 L サイズの着用になります。一周ぐるっとサイズ感、まあ、こういったものってやっぱサイズ感ね、もうオンラインとかで買ったらちょっとわかんないじゃないですか。まあ、僕が結構比較的標準的な身長なのかなっていうふうに思います。 L サイズです。どうでしょうか。こんな感じです。でも着た印象は、もうほんとデカめの印象ですね。で生地感もほんとしっかりしてるかなというふうには思います。だからほんと春に向けてガンガン着ていこうかなというふうには思っております。まあ、アンダーウェア今1枚、かませてますけれども、まあ、さっき着た T シャツですね、まあ、この上に着たような状態、もう1枚だけどまたちょっとね、着た感じイメージ変わるかなというふうに思いますけれども、もう本当ゆったりシルエット、身幅がねかなり広いです。腕のところも結構余裕があります。でもう胸元ねワンポイントだけのプリントなので、うん、シンプルに着られるかなと思います。後ろどうですかね。実際見るのと着るのとでは多分印象は変わってくるかなというふうには思いますけれども、かっこいいですよね。これ普通にかっこいいデザインだなというふうには思いますが、いかがでございますでしょうか。で、続いてなんですけれども、もうこのままいきましょう。先日、はい、ナイキアウトレットに行ってまいりました。で、以前からちょっと派手なボトムスがあったんですよ。じゃんということで、こちらです。ナイキのボトムスを購入いたしました。これもね、結構ワイドなシルエット、かっこいいかなというふうに思いましての購入でございます。でこれなんですけれども、あかっこいいなと思ってたんですけれども、めちゃくちゃね値段高かったんですよ。めちゃくちゃ高かって、こうアウトレット価格なんて思うぐらい高かったなのに、もう在庫もねほぼほぼなかったんですけれども、なのに値段ね見てねちょっと二度見しちゃいましたね。はい、こちら2999円で買うことができました。でね、ここねめくったらね、あれこんな高かったかなっていうふうに思ってるんですけれども、14,999円ついてるんですよね。いやこれがねこうだったらもう即買いでしたね。で在庫もねなんかほとんどなくて、 XL 試着してみたら、でちなみにこのパンツが XXL なので XL でいいかなと思って履いてみたらかなりでかかった。一応今 US サイズ、ここねタグ見てもらったら US サイズの L なんで、あなるほどねと思って L 試着してみたら、まあややデカめはあったんで、デカめな感じはあったんですけれども、全然自分がね履きたいようなデザインシルエットだったので、はい、こちらを購入しました。これね全面にこのね、これプリントじゃないんですよ。プリントではないです。しかもこれ反射します。全部反射しちゃいます。キラキラしちゃいますね。で前はねこんな感じのシート、ファスナー、こうファスナーついてます。これもね反射板ついてますね。ここもちょっとこう、スウェードタッチっぽいような感じのものがついております。で後ろなんですけれども、まあポケットはないです。後ろはポケットはないんですが、この膝裏、こういったねデザインがドーンと入ってますね。でドローコード、ついてるんで、これをね絞ったらねちょっとこう、後ろがキュッて絞られるようなデザインになってますね。それ面白いなと思って購入しました。で裾のところがこのゴム仕様になっています。このね短めのねリブが好きですね。あんま長いと結構足首キュッてなっちゃうじゃないですか。それがあんまり好きじゃないから、まあこっちの方が個人的にありがたいかなと思います。で裏地もですね結構、まあ、元がね多分ね2万いくらしてるんですよ。2万円台後半ぐらいの商品なので、もう作り的にはもうめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。裏基本こんな感じのメッシュになってますね。感じですね。こういったところも、うん、いいですね。かっこいいんですよね。でこのゴムがねちょっとね、この紐がちょっとゴムになってるんですよ。なのでこれがもうちょっと普通の紐であっ
たら絞りやすかったかなっていうふうに思うんですが、これもし変えられるんであれば、ここででも縫われてるな、後ろで縫われてるから変えることはできないか、うん、まあでもね、このデザインね、前からちょっといいなと思ってたけれども値段が高すぎて断念してたので、2999円だったら買っちゃおうということで購入しましたということで履いてみました。はい、実際履いてみました。これで L サイズになります。結構ね、ゆったりシルエットが、特徴かなというふうに思います。まあ、ただ仮に S サイズ、M サイズが店頭にあって履いてみたらまた違うシルエットになると思うので、まあ、それはそれでいいのかなっていうふうに思うんですけれども、実際今自分が着たい服装の好みは結構こっちのゆったりの楽ちんスタイルのシルエットが好きなので、まあ、L サイズでもよかったかな、 L サイズでいいかなっていうふうには思いますね。ほんとね、物がもともとやっぱりいいものなので、もうなんか履き心地、あと満足感非常に高いです。色味もですね、今まで持ってなかったカラーなのかなというふうに思いますので、非常に気に入っております。まあ、今からだったら白いエアフォースワン、ホワイトのエアフォースワンと合わせてもいいかなと思います。このね、 T シャツとのね、組み合わせも、うん、全然ありかなという思えるシルエットになります。まあ、ちょっとね、ここの紐を絞ってみましたが、まあちょっとキュッて後ろの方が短くなるかなっていうふうには思いますね。めちゃくちゃ楽だし、ほんとなんか満足度めちゃくちゃ高いですね。楽、後ろにポケットあったら1個2個ぐらいあったらいいかなっていうふうには思うんですけれども、まあ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 ね、これはかっこいいと思います。非常に気に入りました。いかがでございますでしょうか。これはほんと満足度高いですね。これ2990円だったらほんと買って、まあ、本当在庫あってよかったっていうふうには思います。でそこでね、一緒に買ったっていうか、このナイキのね、このエコバッグ、これちょっと一番でかい大サイズなんですけれども、これちょっと欲しかったんで、これ300円かなで買いました。うん、これとこれがナイキアウトレットでのお買い物になります。あとはね、でユニクロでいつぐらいかな、ボーダーの T シャツセールで買ったんですけれども、それそれで良かったんですが、ちょっとね、他の動画見てたらなんかね、ちょっと遊んでみたくなって、ちょっとブリーチをしてみました。こんな感じです。ボーダー、ユニクロのボーダー T になりますね。こんな感じです。はい、ブリーチで遊んでみたという商品でございます。結構いい感じにですね、なったんではないかなと思います。だからこれ2つあるから1個 V 字で遊んでもいいかなとは思うんですけれども、個人的に結構これ意外と気に入ってて、この上からナイロンのナイキのプローバーのナイロンあったと思うんですけれども、それ着たりしてますね。ちなみにこんな感じです。ナイキのプローバーですね、ナイロンジャケットで、ここはもうジップ全部開けて、中のね、このブリッジした、ボーダーを見せて、まあ、デニムだったり履いてみたいな感じで、よく着てます。結構ほんとよく着てる。で、最後なんですけれども、僕のではなくて奥さんのものなんですけれども、ついにですね、エアフォースワンの白が欲しいということで、買いました。こちらでございますね、ナイキのエアフォースワンレディースの、ホワイトになります。はい、感じですね。めちゃくちゃちっちゃい、 23.5、 さすがにちっちゃいですね。こんな感じです。はい、これを奥さん用で購入しました。まあ、これからね、春に向けて、白いエアフォースワンをほんとね、ガンガン使えると思うんで、ついに奥さんも白いエアフォースワン、はい、欲しいって言ったので買いました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。3月2本目の動画になってますけれども、まあね、少しお買い物しましたと。でユニクロに関してはなんか悔しかったんで買いました。もうね、ユニクロね、もうありがたいんですよ。ありがたいけれども、定価2990円でしょ。で、値下げ価格で1990円、さらに値下げ価格して1290円。いや、1290円でこれ買えるんだったらマジ買ってもいいんじゃないかなって思えるレベルの、めちゃくちゃかっこいいと思います。これはゆったり着られるし、もう悔しかったんで2枚買いしました。なんかね、もう1枚買っちゃうかもしれん、もし990円とかに下がったら。
在庫見る限りね、なんかね、その可能性もなきにしもあらず。でもこれは1290円でも全然買っていいレベルだと思います。あとはこのね、ナイキのもうちょっと派手なね、ボトムスでございます。これ夜暗闇でもうバチバチに反射してくれるんで、はい、安全面もいいんじゃないかなと思います。で、まあ物もいいしね、ちょっとゆったりでね、履くには、個人的に非常に気に入っております。あとは、このね、ナイキのエコバッグ欲しかったんで、これなんかね、アウトレットによってはなかったりするんですかね。なんか一回トスのアウトレットを最近、だからこの前の長崎旅行の帰りちょっと寄ってみたら、これなかったんですよね。ね、これとこれ買ったでしょ。これ300円めちゃくちゃ安いです。ちょっとね、服とかしまったりして、しまうときに入れたりしようかなと思います。あとは奥さんのエアフォースワン、ついに白フォースワン、白エアフォースワンを買ったという感じでございますね。まあ、こんな感じで、ちょっとね、多分長くなってると思うんですけれども、編集してね、アップさせていただこうと思いますので、こちら終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。これフリーのですね、フリーマガジンなんですけれども、ステッカーがついております。これ見つけたら、ぜひもらってもいいんじゃないかなと思います。ステッカー付きでございます。